学校行きたくないのぜ。なんで辛い思いしてまで学校に行かなきゃいけないの。どうせ学校に行っても、また。マリサ、また授業中に立ち上がって走り回ってくれよ。そうだよ、授業中に突然立ち上がって走り回るなんて、どんなお笑い芸人のネタより面白いよ。もう先生に怒られるの嫌だよ。え、できないの。お前に選択権はないんだぞ。マリサ、今から授業サボって校舎裏の倉庫行くぞ。大声出すんじゃねえぞ。そんな、ダメだこんな人生耐えられない。もうここで首吊って。あ、私首ないから首吊れないじゃん。もう嫌だ、本当に学校だけは。てめえいつまでベッドいるんだよ。早く行かねえと学校遅刻するぞ。お母さん、は？学校行きたくないな。学校さえ行かなければあいつらには会わなくて済むんだけど、そこら辺の公園でサボってようかな。でもサボったら学校がお母さんに電話してきそうだし。は？学校だ。見るだけでめまいが止まらなくなるぜ。でも行くしかないんだ。早く行かないと遅刻になっちゃう。え、あれはもしかして。隕石だ、なんてこった。いや待て。あの隕石、学校に向かってるぞ。よっしゃー、隕石行けー。やったー、学校が潰れた。これで今日からは学校に行かなくて済むぜ。よっしゃー。あれ？夢だったのか、と。どうしよう。学校に行かなきゃ。マリサ、てめえいつまでベッドにいるんだよ。今日は学校だよ。お母さん。マジで学校にだけは行きたくないんだ。神様。どうか隕石を降らせてくれ。そんなことあるわけないよな。もうこんなことなら、いっそこっそり学校をサボってしまおう。先生に電話されようがなんだろうが、もう何でもいいや。ただいま。あんた、学校から電話があったよ。何してたんだ、正直に話せ。いや、休んでなんかないよ。嘘つくな、学校に行ってるのに電話が来るなんて、お前は学校だと透明人間になるのか。怒らないから、ちゃんと話せ。あのね。え。そんなことになっていたのか、辛くなかったのか。辛かった。まあ、そうだな、そうだよな、いいか。お前は学校に行くために生きてるんじゃない。学校に行かなくったって一人前の大人になる方法なんていくらでもある。だからそういうどうしようもない状況になったら大人に相談してくれ、頼む。うん、わかった。そうだ、学校なんか行かなくてよかった。今こうして仲間がいて、職があって、未来もある。そんな日常を手に入れるのに、学校なんて必要じゃなかったんだ。おいてめえ何回呼んだら来るんだよ。分かってに人の部屋入ってくるんじゃねえぞキモオタク。今から茶番取るからリビングに集まれ。へえ。今がどうしようもないくらいの生き地獄に思えても、意外とどうにかなってしまうのが人生なんだって、気づけてよかったな。そう思わせてくれる、俺の過去でした。